世界中どこでもネスカフェ、ネスカフェでおなじみのネッスル日本がお送りする夜のドラマハウス、応募脚本入選作。今週のテーマはハートブレイク太陽族。今日はグランプリ受賞の名古屋市の斉藤直子さんの作品です。ねえ、宿題終わった？ううん、まだ半分も。生物の宿題なんてさ、ひどいわよね。ああ、標本作りでしょ。昆虫採集だなんてさ、小学校でやることじゃない？なんで高校生の私たちがそんなことしなきゃいけないの？でも愚痴ってもしょうがないよ。一応やっていかないと2学期の成績に響くしさ。そうだね。ああ、楽しい夏休みも終わりに近づくと地獄だね。ほんとほんと。じゃあね、また電話するよ。うん、なんとか宿題やんなきゃ。バイバイ。ああ、宿題か。なんとかやらなくて済む方法ないかな。あると思う。あなた誰よ。悪の根源、闇の象徴、悪魔さ。悪魔？そう、あんたを迎えに来たんだ。このまま俺と一緒に行けば、あんたは宿題なんかしなくても済む。本当に？ああ。きゃ、じゃあ行く行く。お待ちなさい。行ってはなりません。あららら、あなたは？天使です。くそ、天使のやつここまで追ってきやがった。天使って、あら、そういえばちゃんと背中に羽がついてる。こちらの悪魔さんは槍のような尻尾がついてるし。へえ、天使と悪魔本当にいるのね。感心するのも結構ですが、悪魔と一緒に行ってはなりません。一緒に行けばあなたは炎に焼かれて死んでしまいます。うるせえうるせえ。そっちだって一緒に行けばあんたは水に溺れて死ぬんだぜ。やめて、どちらもごめんだわ。困ったわね。今月なんとかしてもう一人溺れてもらわないと私のノルマが達成できないわ。いいでしょう、私の方を選んでくれたら得点をつけましょう。一つだけ何でも願いを叶えて差し上げます。なあ、天使のくせに汚え手を使うぜ。それならこっちは願い事二つだ。それでは私は三つ。ちょっと待ってよ。わかったわ。私はどうせ死ぬ運命なんでしょ。だったら願い事は一つずつでいいわ。
その出来によってどちらかに決めてもらうわ。よし、それで手を打とう。面白いわね、腕の見せ所だわ。今二人それぞれに私の願い事を言うから、ちょっと耳貸して。いいとも。で、せーのって私が言ったら同時にその願い事を叶えてね。わかった？ああ、うわー、出してくれ、この檻から出してくれよ。こっちこそ出して、檻から出してちょうだい。お互いの体とその力を檻の中へ封じ込めてって願ったの。悪魔だ天使だって言ったって全く抜けてるんだから。そうだ、これで珍しい生物の標本ができるわ。宿題バッチリね。夜のドラマハウス、出演スターボー水島優、演出石原ポンタ。今週のテーマ、スターボーのハートブレイク太陽族の最終回、原作斉藤直子、脚色田中信でした。なお来週は古谷徹、浅上陽子、富山圭他の出演で、テーマは石出由紀原作超人ロックです。どうぞお楽しみに。世界中どこでもネスカフェ、ネスカフェでおなじみのネッスル日本がお送りした夜のドラマハウスを終わります。